717系デジロシティはシーメンスによって6両編成25本が製造されたイギリスの電車である。ゴビア・テムズリンクレールウェイによってノーザンシティ線直通列車に用いられている。ゴビア・テムズリンクレールウェイはテムズリンクサザングレートノーザンフランチャイズを獲得すると6両編成の車両最大25編成を調達して ムーアゲート駅に発着する2016年の時点で、車齢が40年に達する313型電車を置き換えることを検討すると発表した。2015年12月に GT-R は2019年3月からの運用を予定する車両として、主力の700型に引き続いて、シーメンス製の元々形式713型であった車両を選択したことを発表した。 注文は2016年2月に確定した。717型と700系の大きな違いは、各編成の両端に折りたたみ式の非常口が設けられていることである。この非常口は、深いレベルのムーアゲートトンネル内での乗客の緊急避難のために必要とされる。シーメンスは2018年6月に、ドイツで717型のテストを開始した。 2018年9月下旬に最初の編成がプレビューサービスを行い、2019年春から徐々に導入された。2019年9月にグレートノーザンでの最後の313型の運用が行われ、717型への置き換えが完了した。グレートノーザンクラス717デシロシティ、ありがとうございます。